クイーン・オブ・ザ・サウス女王への会談は2016年から USA ネットワークで放送されているアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ麻薬カルテルに恋人を殺された女性の復讐を描くクライムドラマ USA の姉妹ネットワークでスペイン語放送局であるテレムンドで放送されていたテレノベララ・レーナ・デル・スールのリメイク作品であり スペインの作家アルトゥーロペレスイコールレベルテの小説、ラ・レーナ・デル・スールを原作としている。出演は、アリシー・ブラガ、ベロニカ・ファルコン、ジャスティナ・マシャドなど。アメリカでは2016年6月23日から、USA ネットワークで放送が開始された。日本では2017年1月22日から、フォックスチャンネルから、日本語字幕、吹き替え版が放送された。 本作は、シーズン後の制作が決定している。ドラッグの売人、グエロと恋人に落ちたテレサメンドーサ。しかし、グエロが殺されたことで、復讐を心に誓い、裏社会でのし上がっていく。クイーン・オブ・ザ・サウス女王への階段のキャスト。上段左からアリシー・ブラが、ベロニカ・ファルコン、ジャスティナ・マシャド、ピーター・ガジオット、ヘムキー・マデーラ、ヘラルド、タラセナ、ジョアキム・デアルメイダ。 ジョン・マイケル・エッカー、ニック・サガル、ヤンシー・アリアス、イダリア・バレス、アルフォンソ・ヘレラ、ありがとうございます。